おはようございます。あんこにけ、静岡県磐田市に来ています。朝焼けに染まる富士山を見ながら、とある場所に向かっています。 DDJ のディスク大会の翌週、なんと2連チャンでディスク大会に参戦します。その大会とは D ハーツカップです。先日アップした去年の大会の動画、 D ハーツドッグスポーツクラブ主催の大会です。あんこにママの実家が浜松市で、ディスク大会の会場から車で30分というアクセスの良さから毎年参戦しています。主催のララルル家のララちゃんがアンジーとイボ姉妹というご縁で仲良くさせてもらっています。今回もあんこにパパはカメラマンに徹するということで、あんこにママのワンオペで、アンジーはトライアルクラス、コニーはシニアクラスにエントリーしました。まずはアンジーとの1ラウンド目、 DDJ の時に使用した足つきの大きなボールで挑戦です。1投目はアンジーの見えない左目側にボールを投げてしまうも、なんとか誘導してレトリーブ。ここだけの頼りでこういった形でレトリーブしております。まずは2ポイントからスタート。やばい、逃げてる。お、やっと落としてくれて、急いでスタートラインに戻ります。2投目はうまいところに飛んで、すぐ気づくもうまく加えられず時間ロス。反射すごいですね。これもキャッチ成功いたしました。そして戻ってこない。20秒、ね、しっかりねスタート位置もこの音を頼りに戻ってまいります。まだやってます。10秒、さらに加えるのをやめてしまったので、ママが拾って戻ります。時間ギリギリで、アンジーそっちのけで3投目を投げたけど、なんとかボールに気づきました。はい、2ポイント加算となります。見事ですね。皆さんお気楽しお願いいたします。なんとか3回レトリーブできました。2ラウンド目です。ボールをデカボールから鈴入りにした、いつもドッグランで遊んでいるボールに変更しました。1投目はすぐ見つけてキャッチ、しかもすぐ戻ってきてくれました。だがやはり取ってごらん遊び発動で逃げ回る。やっと2投目、実は左利きのママですが、アンジーの右目方向に投げるため、右手にボールを持ち替えて投げています。これも鈴の音で気づいた。だんだん調子が出てきたのか、早く戻ってきてくれました。しかも割と早めにボールを離してくれました。3投目、これもすぐ気づいてくれました。が、戻ってこない。慌ててお迎えに行くも、終了のカウントダウンが。5、4、3、2、1、残念、4投目ならず。アンジー素晴らしい3投成功いたしました。10ポイント、トータル17ポイントです。お見事、皆さんお気楽しお願いいたします。こんなグダグダだったけど、17ポイントゲットで御の字でした。シニアクラス、コニーの1ラウンド目。1投目、ショートスローでしたが、ナイスジャンプキャッチ。ナイス、2ポイントからのスタート。戻りも割と早く走ってくれて、ディスクを離す位置もいい感じです。2投目、ナイスロー。ふわっとスローもよく見て、ナイスキャッチ。これは3ポイント。コニーの走りがぴょんこぴょんこと楽しそうです。足元にディスクをポイッとして3投目、ママのスローもいい。これは4ポイント。どんどん上げてきますよ、ママのポイント。すごいすごい、2、3、4ときてます。3投すべて成功。4投目、またショートスローしちゃいましたが、コニーがうまくカバー。 OK、 ポイント。ちょっと戻りも疲れが見えてきて、イヤイヤし始めたコニー。もう一回行こう。5投目、ナイススローだったけど投げすぎた。もう疲れ始めていたので、こここそショートスローにすべきでした。5投中4投キャッチ。11ポイントで終了となります。素晴らしい数ですね。一
1ラウンド終了時点でシニアクラス第3位につけています。2ラウンド目です。1投目はふわっとしたスローをコニーがよく見てキャッチ。ナイス、よかった。戻りもなかなか速くていい出だしですよ。ディスクもいいところで落としてくれました。2投目もふわっとしたスローだったけど、ナイスキャッチ。これも3ポイント。これもよく見てキャッチ。戻りもまだまだ走ってくれています。さあ投げるディスク全部コニーが拾い上げてくれる。3投目、ナイス。おー、これは残念、ディスクダウン。パワー不足でディスクがカーブし弾いてしまいました。でも頑張って戻ってきてくれてます。4投目、まっすぐのディスクをよく見てキャッチ。これは取りやすい、2ポイント。いいね、頑張ってくれてます。そうですね、時間ギリギリの5投目、力が入って4点エリアまで行くもコニーが追いついてキャッチ。やってくれました。この時点でなんと1位につけることができました。表彰式です。そして第2位にはネト&ジュンチーム、優勝はアンコニママンとコニーチームとなります。おめでとうございます。なんとそのまま優勝してしまいました。テトちゃんが本庄市じゃなかったのもあったので本当にラッキー優勝でした。 D ハーツカップは参加者が多いので入賞できるなんて考えてなかったし、毎年参加しているけれど参加するの楽しみに来てます枠だったんで、がまさかの優勝です。見てこれ、こっちゃん、こっちゃんとこっちゃんと一緒に、こっちゃん見てこれ、おい、めっちゃ超えちゃったよ、うまいよ、やったね。はい、じゃあ続いての最初で最後に移りたいと。来年コニーは9歳11ヶ月もう入賞は無理だろうけど D ハーツカップを楽しみにしたいと思います。最後に今回撮影に協力してくれたテトミトママさんにこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。素敵な動画を撮っていただきありがとうございました。そしてこんな素晴らしい大会を開催してくれた主催のララルル家とスタッフの皆さん、およびご一緒してくださった参加者の皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。それではアンコニパパが撮影した頑張ったアンコニの勇姿を見てください。ちょっと待って、ちょっと待って。